ずいと思ったが一匹ゆっくりと餌が巻かれた場所の方に上がっていきました。さて私たちからは何が巻かれたのか見えないくらいとっても小さなものが今上の方に巻かれているんです。マンタはしっかり分かっていまして餌を食べるために上の方へと上がっていきました。マンタは口が前のところにあります。普段閉じている口を開けて泳ぎながら餌を口の中に流し込むんです。海水と餌を口の中に流し込んでいる様子が見られますよ。水面近く2匹のマンタがゆっくりと泳ぎながら餌を食べていきます。とても小さな餌が口の中に入りやすいように今普段とは違う形をしているところもあるんです。マンタの口の横をご覧ください。2枚の平たい板のようなものがあると思います。あれは実はヒレでして普段はくるくるっと丸めているため角のように見えるんですが今は餌を食べるために両方を広げて口元に添えることで小さな餌が口の中へと入りやすいようにしているんです。餌やりの時間ならではのヒレの使い方ですのでぜひマンタの口のところにあるヒレの形にもご注目ください。さあ4匹のマンタが右手上に大集合していますね。このように水面近くに餌を巻くと大きく旋回をしながら餌を食べるんです。また海水と餌を一緒に口の中へと流し込んでいます。このまま海水をお腹に入れてしまっては海水でお腹がいっぱいになってしまいます。そうならないようマンタは海水だけお腹のところにあるエラ穴から出しているんです。呼吸をするためのエラ穴お腹側にですね、右と左5本ずつ切れ込みがあるんですが、これがエラ穴です。ここから海水を出しているんですよ。エラ穴の内側にはフィルターのようなこし取り機がありまして、ここに餌だけが引っかかる作りとなっているんです。マンタは海水から餌をこし取って食べるタイプのエイなんですよ。さて、マンタのお腹側が今上の方にいるので見やすいのですが、見比べていただくと真っ白なお腹に灰色の模様があるものが多いですが1匹だけ真っ黒な子がいます。この真っ黒なマンタ通称ブラックマンタと呼ばれています。他の泳いでいるマンタと同じ内容マンタでもあるんですが稀に真っ黒な子も生まれるということでなかなか海でも目撃されない珍しい1匹なんですよ。ぜひ写真に収めてみてくださいね。今日本の水族館でご覧いただけるのはこちらの美ら海水族館だけなんです。